何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は行く年だ。何をおかしな？教えてくれ。龍泉詣での年であろう。 もし、お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。
そこの主、もし。そこの主、もし。お主、鱗を持っておいでかい。もし持てば、ぞ。
こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか？ ああ。 Yeah.
すでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子、お願いです。忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。お主、若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ無理です、この傷ではとても。
父上、お前か。深くを取った。この足も老いたものが<笑>手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。 鍵を巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み霊園から回り込め。さすれば 抜け道が分かりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ命を賭してお守りするのじゃ。 父上、左手へ出て崖沿いに進む。霊園から回り込めば抜け道がある。お任せください父上。 今頃火の海よ。ああ、抜け出してくるとしたらこの隠し洞穴に違えねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってる。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。 Yeah.
主何をする。お主、この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬわ。共に参れ。うわあ、現在クルトリー一座の町田衆が一人よ。